あとはクリティカルモーメント、重大なとか重要なとか、 The leader of an army act like one who has climbed up a height、 高台に登って、 and then kicked away、 蹴り飛ばす、 the ladder、 はしごですね、 behind him、 彼の後ろのはしごを蹴り飛ばす。 He carries his men deep into hostile territory before he shows his hand。show his hand と手の内を見せる。だから兵隊にその手の内を見せる前に、もう彼は敵陣深くね、兵隊を連れて行っちゃうという、そういうことですね。で、He burns his boats and breaks his cooking pots。まあ、船を沈め、船を燃やし、鍋釜を壊す。Like a shepherd driving a flock of sheep。シェパード、あれですね、羊飼い。He drives his men this way and that and nothing knows whether。 Whither、 Whither、 古い言葉ですね。No whither he is going、 どこに行くかわからない。And that ってこれは熟語で、しかもって意味ですね。普通は this way come まで and that and 続くんですけど、ちょっとカンマの区切り方がちょっとおかしいけど、And that、 しかも。To master his host and bring it into danger。 彼の軍勢を集め、そして危険の中に彼らを持っていくためには、 This may be termed the business of general。 これが将軍の役目と言われている、このことが将軍の役目と言われているかもしれない。前に書いてることを言ってたんですね。 The different measures suited to the nine varieties of ground。 これは窮地ですね。これだから続けてについて、 The expediency of aggressive or defensive tactics、 そして And the fundamental laws of human nature。 この3つが、異なる手段、 Different measures suited to、 この3つの手段、3つのやり方が異なった Different measure、 手段だと。で、これは、もうだからなんとか、証拠は十分に留意しなければならない。この3つのやり方に適し、この異なったやり方、メジャーってやり方ですね。These are things that must most certainly be studied ということですね。これは、あと講談は、この通りですね。後ろ最後のところはね、ちょっと変えましたけど。ここではだから、前段が前段というか、終始一貫してやっぱり兵士をどうやって騙すかということですね。で、中国の場合にはね、軍の中にスパイが入ってるんで、どこに行くとか何をするのかって教えちゃうと敵に漏れちゃうんで、腹心の部下にも教えないですね。だからこう書いてあるように、そのミスティファイ・ヒズ・オフィサーズって書いてあるでしょ。だから兵士だけじゃないんですね。だから将軍一人しか副官にも教えない。
まあ、ということは、こう違う言い方をすれば、まあ、会社に当てはめて考えると、なんていうんですか、決して良きに計らえという立場ではダメだと。うん、こう判断が、いろんなアイデアが上がってきて、それをいいとかダメとかっていう判断を下すっていうだけでもなくて、うん、まずどう動かなきゃいけないか、その作戦自体を自分で責任持って考えろよっていう、うん、下の人たち、下から上がってくるものに頼ってそのポジションにいるっていうのがダメだっていうことですかね。うんうん、これね、僕ね、これ読んでね、今回改めてすごく思ったのはね、自分がやっぱり部下、副審の部下に本心を言わないっていうのはね、これはすごいなと思ったんですよ。僕は今まで仕事してて、副審の部下に自分のその気持ちとか考え方を全部伝えてね、責任を共有化するっていうのは僕のやり方だったんですけど、損しちゃダメだって言ってるんですよね。これは一切の責任は自分で負えっていうことなんですか。そうでもないんだよ。そういう、どういうことかっていうとさ、分かりやすく言うと、例えば会社の帳簿あるじゃないですか、で自分の副社長に今期はこれぐらい儲かったんだよなっていうのもですね、本当の数字じゃなくて、いじった数字を教えるんですよね、騙して。でそれが例えば景気悪い時は景気のいい数字をごまかして教えてね、部下に不安を与えないようにする。それから景気がいい時は利益を減らして、いやこれぐらいしか儲かってないから、まあちょっともうちょっと頑張らなきゃいけないなというふうなことを彼らは言うんですよ。だから実際にはビジネスでどういう状況になってるのかということを正確に部下に伝えないんですね。それをその経営者が自分の判断にそのおひれをつけて、いろいろその何ていうか、うまい具合にこう改ざんして副審の部下に話をすると。で副審の部下は本当のことを分かったら彼らは腹立てるかもしれないけど、でもそれがやっぱりその彼らをその管理していく。だから何ていうのかな、日本人と違って何ていうかな、信頼関係の信頼の仕方が違うんですよね。いや要するにそのまあ舞台の中、彼の場合は軍勢が30万と50万ですから、当然敵の連中も味方にしているオフィサーもいるわけですよね。だからいろんな人が混在してるから、だからその、まあ、必ずしもその完全に信用するなっていうことなんですよね。だから、まあ、ある意味では騙して使えということここではね。ただこの背後には、例えば同郷とか同族とかっていう人たちに対しては違うと思うんですね。だ会計数字でもそのボトムラインをとお互いにシェアする関係の人には本当のことを言うんですよね。でこれはね、僕日本人絶対分かんなくて、身内でも戸様と、その私みたいな戸様とね、本当の血族とやっぱり仕切りがあって、戸様には教えないですよね。でそういうことを彼らはやるんですよね。まあその戸様もそれも分かってて、でお互いそういうふうな、こうなんていうかな、信頼関係っていうのがある程度こう、まあ中国人は 100% 信用するってことは、本当に近くてもその夫婦ですら 100% 信用しないんですね。だから彼らははっきりそのこの人は 80% 信用できるとか 60% 信用できるとかっていう言い方をするわけですよね。だからこの部下のこれに書いてあるオフィシャルの面に対しても、その何%信用してフェールスレポートアピアランスをするのか、その彼らを何%イグノランスにしていくのかっていうのは、ここではこういうふうに書いてるけども、ミスティファイって言ってるけど、彼らの頭の中ではそれお前ね、
分かってるよなって前提で書いてるんですね。でこれはだ先ほど言いました、日本人は そんな中国人のものの考え方なんて知りませんから、あの正しく翻訳しても正しくないんですね。だからその部下の中ではもう、ああこれ迂回してるけど、これはあのサクワタスルートを使ってるけど、これはあの違うんだなと。俺サクワタスって言ったら正しいかな、サキュアタスな言ってるけど、それはあの遠回りしてんだなとか、その宿舎をね、その移動してるけど、これはその敵を騙す目的だなって分かってる人は分かってるんですよね。だからまあ彼が言ってるのは、はしごを外すのも全軍にそのなんていうかな、内緒でやってるわけじゃないんですよね。要するに信頼できないっていうか、本当の身内じゃない人にはそういうふうに追い詰めてやらないと信用できないっていうところはあると思うんですよね。だからまあ手の内を見せる人と見せない人とっていうことはあるし、まあ、そんなことはもう君たち分かってるよねって孫子は背後で言ってると思うんですね。だそういう意味では基本的にはもうどこに行くか分からない、それからまあ実際にはもう全部こう逃げ場のないように船を壊してとか食べる道具をぶっ壊してっていうことも、そういうことはだから全体に対しては言ってるけど、分かってる人は分かってるんですね。だからそういうことを取り混ぜて考えていく必要がある。で最後で言ってる The expediency of aggressive or defensive tactics、 だから攻撃するとか守るとかっていう、そういうのもやり方のエクスペディエンシーって弁法、やり方ですよね。それをどういうふうにするのかっていうのは非常にこうこの前の段階で言ってるように、例えば非常にあったクリティカルモーメント、厳しい時にはですね、やっぱりそういうそれなりの対応を彼らにそのやらせる。それからその前Nine varieties of ground、 要するに環境の変化に対してどうするかっていうことでしょ。それから攻撃するとか守るとかっていう、そういうふうな軍の体制についてどうやって兵隊をごまかすかっていうね、タクティクスでしょ。それからやっぱりファンダメンタルローズオブヒューマンネイチャーって、人間の心理をうまく管理することね。これ人間の心理って言った方がいいのかな、本質って人間の心理の方がいいかもしれないね。心理をどういうふうにこう彼らをもう追い詰めてこうだよみたいなことをきっちり考えなくちゃいけないというのは、ここでのメッセージですかね。ただこれ冒頭に書いてるように将軍、これ儒学と同じで Quiet and thus ensure secrecy っていうのは、喜怒哀楽を外に出してはいけない、心が平静でなければいけないっていう儒学が背景にあるんですね。であともう一つ言ってて、一番人間としてすごいのは重たいことが大事だと。要するに聡明とか仕事ができるところじゃなくて、ドカッとして重たいっていうことが人間の資質として一番大事だっていうのがあるんですね。これは講師じゃないんですけど、誰だろう、ロ、ロ、名前なんですか、名前忘れちゃったけど、前で教えたんですけどね、重たく静かにしてるっていうのが一番人間として大事だというんですね。だから口がうまいことじゃない、頭が聡明なことでもない、要するに厚重、熱く重たくて静かに物を思うというのが一番大事だと。
言うんですね、あの人間のね。それは明治の頃の人間、日本の人材ってそういう人いっぱいいましたよね。何を言い出すか何を考えるかよりもともかくあの相手に対して重たいっていう印象をどう与えるかっていうことですね、うん、それが一番人間の資質で一番大事なことだ。スマートじゃないっていうんですね。それからアップライトアンジャストっていうの僕よくわかるんですけど、このジャストっていうのは公明正大のことですけども、アップライトっていうのはこれ何言ってるかというと、背筋をまっすぐ伸ばしてっていう意味なんですね。これはね、最近の日本人はね、やっぱりダメですね。それからジャストもダメですね。あのジャストっていうのはもうあの考え方を変えないっていう、もう何でも変えないっていうことを相手に印象付けるってことですね。でだからそのどっかとしてて背筋をピンと伸ばして、俺は公明正大なんだっていうふうなことを相手に印象を与えるっていうのが将軍の役割であってね。でそうすれば秩序が保てるって言ってるんですよね、軍の。だから軍の秩序を保つためには、まあ、ともかく喋る前に、あこの人は頑として動かないなっていう印象をどう与えるかってことですね。だからそういう意味だ。だからもともと日本語の訳はちょっとおかしいんですよね。メインテインオーダーっていうのは、そういうふうにすればオーダーを維持できると言ってですね。だからそういうふうにこう、その反面ね、やっぱりその自分の気持ちをあの言わない、考え方を言わないっていうことはあの大事だということですよね。その次のミスティファイですね、ミスティファイ his officers and men ですね。だけどそのそうは言ってもしゃべるんで、あの彼のそのアレンジメント、これは原文ではアレンジメントって何だろう、そのことを変え、だからその、 あの段取りをですね、あの変えて、そして計画を変更する。だからあの敵にやっぱり、ああこういう戦略でやるんだってことをコロコロ変えることによって、そのまあ、分からなくさせる。ただここでね、あれ altering his arrangement and changing his plan というと、やっぱり部下は不安になるになりますよね。一回決めた作戦をまた変えるっていうことですね。でもまあそういうことなんですよね。でまあ宿営場所を絶えず移動して、で遠回りのルートをあえて通って、で彼の目的とかどこに行こうとしてるとかは敵に感じられないようにする。まあ右翼の刑ですね、ここでは右翼の刑。具体的に言うとどういうことですかね、これね。